久保さんん僕はね発見したんですよすごい発見を <laughs> このね 0×0 は0だよねとか0足す0は0だよねっていう話あるじゃないですか0にいくらかけても0だよと0にいくら足しても0だよっていうだから1を作れ01を作れみたいな話はあるんだけどこれね新しい切り口を発見しまして。 0かける0、0かける0だったりとか、0足す0っていうのを可視化するってことですね。要は確かに、答え的にはですよ。答え的には0かける0は0なんですよ。で、0足す0は0なんですよ。なんだけど、0足す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 っていうね。で、この0足すを足し続けると、こう、見えるようになるんですよ。で、結果的に、 で答えは0なんだけども0たす0を何回やったっていうこれが増えるんですよね。<laughs> これはねなかなか出ない発想かなと思うんですよ。うん、だから今ねそれあの新しく僕やってる企画として、まあ、僕ブログをね毎日更新して3年ぐらいやってるんですけどでそれのラ,ジ,ラジオ版ですよね。 その活字を読みたくない人いるわけじゃないですか活字あんまり読めないっていう人じゃあそれをなんだラジオ風に音声でね今日書いたことみたいなのをやればいいんじゃないかっってやってるんですけどそれのカスタムサムネイルはまさにそれであの一個ずつね猫ちゃんをこう入れてるんですよでカスタムサムネイルがどんどん今ね猫ちゃんにブワーと増えてきてるんですけどもこれが見えるともう猫ちゃんって全部カスタムサムネイルが埋まるんですよね でそうすると誰でも分かるっていうね。増えてるものが <laughs>。増えてるものが分かりますね。うん。ああ、こう可視化していくっていうのはね、ビジネスにおいて僕はすごい大事かなっていうね。よくそのネットビジネスだと、まあ僕もドリア化とかで教えてますけど、アンケート取れっていうことをすごい言ってるんですけど、どんな人に何を届けるのかっていう、ペルソナですよね。 例えばコピーライティングに関しても小学生の子供に書くのか幼稚園児の子供に書くのかそれともおばあちゃんに書くのかあー若い子に書くのかまあこれによって伝え,伝,え伝えたいことは一緒でも書き方伝えたいことは一緒だけど伝え方が変わりますよね書き方が変わりますよねうん内容一緒でもねだからまあ見えるようにすると見えてくるって感じですかね いってらっしゃい。